次の曲で最後となりました。最後にお送りいたします曲は CM で GO ボリューム3 in the version です。毎年私たちはテーマを決めて選曲、構成、演出を自分たちで行い、さまざまな本番で演奏しながら12月の定期演奏会まで1年間かけて完成させるオリジナルのメドレーを作っています。このメドレーの曲目ですが、はじめにテーマにで GO をつけます。過去にはアニメ、ドラマ、ミュージカルなどさまざまなテーマに取り組んできましたが、今年は初めて CM に挑戦ということで曲名が CM で GO となりました。 CM で使われている曲をピックアップしてメドレーにしてお送りいたします。次のボリュームは演奏した回数です。本日で3回目のステージなのでボリューム3となります。そして最後に演奏する場所で、本日は銀座柳祭りでの演奏なので銀座バージョンとつけました。これからもこのメドレーをどんどんパワーアップさせていきますので、またどこかで皆さんにお聞かせできることを部員一同楽しみにしております。それでは本日最後の曲 CM で GO ボリューム3 in the version をお聴きください。月は再び小林辰樹でお送りいたします。それではどうぞ。
ありがとうございました。純徳女子高等学校の皆さんでした。今一度盛大な拍手をお送りください。はい、トップバッター。